ただいまより本日のメインイベントを行います。青コーナーよりスーパーきびだんごマシン選手入場。さあ皆さん最初の笑ってはこれが最後せーの、今こちらで最高の対戦カード青コーナーよりスーパーきびだんごマシン選手入場です。お前にだけを負けたくない最強だ。お前が金庫出してるな。俺は親父が奪った。このスロールスの最後でお前は何する。バルク・ホーガン選手入場。さあ赤コーナーより出てくるのはプロレス研究部一強い男、一匹狼でやってきたバルク・ホーガン選手入場です。週に7回筋トレをしました。大胸筋を断裂しました。肩を砕きました。そんな中でも彼はベルトだけは離さなかった。昨年オカマワダとしと簡単にこのベルトを譲るわけにはいかない。悪いが団子、今日は勝負の俺は勝利をもらうぜ。今日もいろいろ超えて最高だ。本日第40回学文祭大会にて行われるバルク・ホーガン対スーパーキビデオマシンの試合を九州プロレスサイドレスリング連盟 KWF が認可し、九州産業大学プロレス研究部が認定する KWF インターヘビー級選手権試合であることを今日宣言する。令和元年5月26日九州プロレスサイドレスリング連盟 KWF 九州産業大学プロレス研究部講師西山でしたか。さあ昨日はですねマイクの調子が悪くてですねコーチがですね地声で話したんですけど、今日マイクの調子良かったですね。ベルトの変換です。さあ今もうベルト、今はですね、はい、もうチャンピオンじゃなくなったということ で、 そうです、ね、とりあえずベルトは、はい、変換ということでコーチの元に帰ってきました。はい、KWF インターヘビー級選手権試合時間無制限一本勝負を行います。青コーナー 170cm74kg スーパーきびだんごマシン、スーパーきびだんごマシン。赤コーナー 179cm90kg 第47代 KWF インターヘビー級チャンピオンバルクホーガン。バルクホーガン、さあもう戻れないですよっていうのがお決まりの話なんですけど、僕たちはそういうのやめておきましょうかね。そうですね、怖いですからね。さあ泣いても笑ってもこれが最後、学文祭メインイベントですね。はい、KWF インターヘビー級王座選手権試合、青コーナー
なスーパーキビランドマシン VS バルクホーガン。いやー来ちゃいましたね最後が。学部祭最後にして、我々4年生の学部祭最後ですからね。そう、そしてこの第40回という記念すべき日を飾る最後の選手はこの2人ということで、そうですね。さあ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 、何から話していきましょうかね。そうですね、いろいろ近いですからね、はい。じゃあまず僕なりにキビダンゴ紹介していいですか。どうぞどうぞ。はい、あのちょっと長めの蛇のマークがあるスーパーキビダンゴマシン選手についてちょっとお話ししたいと思います。どうぞどうぞ。あのですね、彼はですね、親子2世代のレスラー、学生レスラー、学生、はい、お父さんも学生プロレスラーやっていたということで、このプロレス脳が非常に発達している。なるほど、はい、遺伝子がもうプロレスっていうわけなんですか。そうですね、臨機応変に動けるそのプロレス脳といいますか、はい、はい、土壇場で出しますからね。 KWF 全くあのあれなんですよ、台本みたいなのがないんでですね。なるほど、はい、彼有利ですね、めちゃくちゃ。そうですね、はい、やはり考える力が東大級っていうことで、お適応能力が高いですね。そうですね、力比べ今嫌がりましたね。そうです、やはりその対するバルク・ホーガン選手なんですけども、はいはいはい、見ての通りマッチルスケミュージアム、はい、一体の悪魔、いろんな意味を持ちますが、見てください、今ですねバルクが負けてます。なんでか分かりますか。なんか右手本体巻いてます、ね、はい、彼ですねバカなんで弱点の自己紹介をしております、はい、肩を昨日痛めまして。なんですか。はい、肩というか肩甲骨ら辺の下をですね、はい、あの野球ボール1個分くらい腫れてましてですね、はい、筋トレのやりすぎというか逆裏面に出る筋トレ、はい、でも今力で重心でいったので週に7回の筋トレ。彼はですね、まあ、そのスーパーキビダンゴマシンと違ってその才能とかが力でないタイプだから努力をするタイプですね。なるほど、はい、彼の努力はプロレス研究部1で1ですね、明らかに。どう考えても彼が1ですね。そうですね、週7で行きましょうね、はい、もう、はい、バイト終わったら筋トレ、はい、学校行く前筋トレ、学校行った後筋トレということで、それ気づいたら週7だった。はい、これあれですよ皆さん、毎日筋トレ行ってるわけではありません。1日に3回くらい行ってるだけです。はい、なんでしょう、それも含めて週7ですか。はい、週7ですね。はい、でさらに聞きますと、はい、先ほどハンバーガー選手の入場の時に、はいはいはい、俺ですね、大胸筋破裂しました、あ大胸筋断裂しましたね、はい、あと肩壊しましたとか言ってましたね。そうですね、それ全部プロレスじゃないんですよ言うたら全部筋トレでやりすぎて、さあ詳しくね、筋トレのやりすぎてですね、それを追い込みすぎて、さあ彼努力を惜しまないということで、はい、だから怪我しても諦めない、僕はもっと、はい、ちょっともう、はい、怪我せんでほしいですね。筋肉破壊しすぎて、はい、もうそう今日もちょっと動機として怖いですもんね。そうですね、何かしら起こりますから、ね、はい、もうあのしかもそのインターというですね、このベルトをかけて試合するの毎年ですね、ライトが落ちたりだとか、はい、なんかいろんな災難に見舞われる、なんかサードロープがちぎれたりだとか、そうですね、に見舞われますね、はい、何かしらあるのはこのインターということでですね、まあ勝敗もですね本当に僕たちミュージアムわからないということで、素早く足を取っていったのがキビダンゴーズマシン。そうですね、わかんないですよね、はい、何が起こるかだけは本当に、まあ、スーパーキビダンゴーマシン の得意技というかその得意な突破口が足殺しということでですね。そうですね、じゃあ先ほどキビダンゴ選手にインタビューしたんですね、どのように今回コンセプトを立てていくのか、はいはいはい、インタビューしたんですね、はい、そしたら、はいはい、この選手もともと足攻撃だとか、はいはい、相手の足を潰しにかかる、はいはいはい、得意なんですけども、はいはい、相手が肩を怪我するっていうことで、はいはい、そうですね、ハイブリッド攻撃、足と肩を同時に壊すような攻撃をしていきたい、ハイブリッド攻撃、ハイブリッド型の攻め方をしていきたいと。攻撃っていう日本語でハイブリッドって言ったら英語でハイブリッドアタックとか言ってハイブリッドアタックがですねたった今失敗しております。はい、はい、バルコーガー選手がいつの間にか攻めておりますね。あのバルコーガー選手はですね大きいということで、あの自身の SNS インスタグラムでですねハッシュタグゴリラになりたいというわけのわからない気持ちハッシュタグをですね、強くなりたいちょっと恥ずかしいって言わないでこう、はい、ゴリラになりたいということで、はい、彼ですね普通ゴリラとか言ったら悪口になるじゃないですか、はい、彼に言うと照れますからね。そうですね、はい、ゴリラになりたいって言ったら何でも怒ってくれますから、はい、あの肩が山のようだとか肩にメロンがついてるとか言ってあげてください。そうですね、もう写真撮りますとか、これは大玉のスイカじゃないとか、はい、言ったらですね本当に嬉しそうな顔するんで彼、はい、そのまま持ち上げていけパワーファイターバルコガンスーパーキビダンゴロープに振らせない。そうですね、今さっき肩ちょっと痛めてるくせに相手をしっかり持ち上げるという、ね、そうそう、こういうところがスーパーキビダンゴマシンがですね、はい、そのプロレスをの試合を操ってると言いますか、そうですね、その相手の思い通りにさせないという、さあここはロープに振ってタックル、タ
れないですね。5分経過、5分経過。あ、ここで5分が経過した。タックルです。わあ、かいい音を鳴らしていく。だが微動だにしないゴリラバルク砲丸。わあ、かさあさあさあ、こいといいのか団子、そんなことやらせて。このバルコーガのタックルは受けない。なんだと、低空式のドロップキックをバルコーガの膝に打っていきました。これでいいんですよ。なるほど。スーパーキビアのマシンはですね、正々堂々と相手の土俵で戦う必要はありません。力から噛みついて負けることが見えますもんね。そうです。そこがやはりプロレスの面白いところ。はいはい、彼はですね、こういうところに本当に長けています。さあ、そのままアキレス腱固め、グラウンドに行きましたね。そうですね、やはり足攻めが得意ということで、確実に相手は足を潰しにかかっています。実は僕はですね、はい、肩でやってくるんじゃないかなと思ってたんですけど。そうです、私もそういうふうに思ってたんですけど、今思えば肩ってもう今攻めなくたって痛い状態ですから、もう肩は攻められている状態なんですよ。なるほど、はい、そこからさらに足をやれば2箇所不自由ということで、2箇所不自由でワンチャンインターみたいな、そんな流れで多分行くんじゃないですか。多分今それか、はい、やっぱり相方としてちょっと心配してるから、あえて肩じゃなく、そうですね、そうですね、じゃあなんかあれですね、足で俺のスタイルは負けないぞと、そういう意味なのか。さあ、そんな糸様から肩攻撃してたことです。じゃあ、ということは前者ですね。実況殺しですね。はい、はい、お前が言ったこと確実に。ああ、もう合ってますよ、はい、大丈夫ですか。さすがだ、信じた同期。裏切られましたね。裏切られたというか、思ったよりちょっと下道な戦法でいきましたね。はい、はい、しっかりとあの野球ボール1個分くらい腫れたところに膝当ててですね、はい、狙っていってますね。かわいそうに、かわいそうに。まあ仕方ないですよ、やっぱり、うん、しっかりとあの何ていうの、万全な状態で挑むのも、そのやっぱりプロレスの大切ですから。はい、はい、でも彼がちょっと今回は筋トレやりすぎたということで。ストイックすぎたってね。はい、そういうことですよ。オーバートレーニングのやりすぎはですね、本当によくありませんので、皆さん週に7回筋トレしないようにお願いします。はい、でも週に1回以上筋トレしないと私が体になるのでご注意です。さあ、足持っていく。あの太い腕で首絞められてください。皆さん息できないですよ、失神ですよ。もう僕彼と戦いたくないですもんね。あんな太い腕も、もう気持ち悪いもん。どうやってあんな腕になるとやってね。そう、脱着式みたいな。あー、もっと危ない、腕が伸びた、危ないと。しっかり腕が止め、これ総合格闘技とかでもよく見ますからね。そうですよね。伸び切ったらおしまいっちゃおしまい。ヒーロックに変えていきましたね。そうですね。頭使ってますね、今日のバルク・ホーガン選手。伸びなくらいしか治療ないと思ってたんですけどね。そうですね。チンパンジーぐらいありましたね。いやゴリラも頭いいですよ、ちょっと。そうですか、ね、ダメです、ダメです。チンパンジーとの人間の違い3回目ですね。知ってました、ゴリラって、はい、B 型しかないんですよ。そうですね、ゴリラって B 型しかないんですけど、彼への気になる血液型はバルコーガン、何だと思います？え、なんすか？やっぱ B じゃないんですかって、まあ、O 型だったんですよ。まあ、ゴリラになれる夢、はい、彼はですね、絶対にゴリラにはなれませんということで。はい、何をやってるんで、差しちゃうの？ド M 全開か、それとも右足、左足。ああ、痛い。もう食らうのやめて、バルコーガン。もう痛そうだから、こっちも。そうです。ああ、あとは空手仕込みのキックですからね。はい、そうですね。もともと空手をしていたということで、そうですね。スーパーキビアマシン、空手やっておりました。はい、だから蹴りには自信があるということで。はい、ああ、痛い。まあ、痛いんですけど、ちょっともうこんな痛いの痛いって言ってたら、ちょっと深刻な空気になっちゃうんで。そうですよね。歯医者さん行ってたら、しょうがないですもんね。はい、スーパーキビランゴマシンのお茶目の話をしときます。そうですね、バルコンが変わったからね。はい、スーパーキビランゴマシンのお茶目の話をしますと、彼団子って名前なのにラーメン屋で働いてます。はい、ラーメン屋でですね、中洲の、はい、西中洲のお店でラーメン屋してます。はい、それで麺を切ってますね、お湯を。そうですね、成長しましたね、彼。はい、そうです、もともと皿洗い、仏の皿洗いって書いてるんですけど、皿洗いしか行かしてもらえなかったです。はい、さあ、そのお店が、おーっと場外に行って、鉄柱を使っていく。外すぞ、外すぞ、飛び込み、飛び込み。あーっと、後ろへバックステップから、ドーンと行く。どっちが痛いかわからん。お前背中大丈夫？どっちが痛いかわからん。いや、なんかまあまあしよう。あ、お尻痛そう。あ、痛そう、大丈夫。お尻痛いみたいな顔した。背中真っ赤やん。あ、コッシュも破けてない？あ、破れた？コッシュも破けてない？
心にの大ダメージ。いや違う、破けておりませんでした。危ない危ない、はい、本当ですか。あ、今気にした気にした。あ、ちょっと気にしたぞ。おい、真面目にやってくれ。はい、格好つけようとしてんだろ。おい、ダコ、こっち見てますね。おい、クロート感満載ですね。はい、さあ、まあ、破けてなかったということで、レフリーが大丈夫。さあ、ここで足4の字が決まった。これ痛いんですよ。フィギュアフォーリングロックって言ってね、はいはい、テラフォーマーズっていう漫画にもあるんですけど、2分間耐えると足が折れちゃうっていう。そう、2分間全力でかけ続けると折れるんですよね。はい、爪の骨が折れるとだいぶ複雑化してくるんですか。さあ、しかしこの技ひっくり返るとかけてる方が痛くなるんです。なんで不思議な技だ。そうですよ、なんで不思議な技というか弱点ありまくりな技。そうなんですね、モロハの剣って言ったらいいですね、そういう技ですね。さあ、10分が経過、あっという間の10分ですね。はい、もうまだ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 ありますからね。お互い引き出し取ってますよ。はい、アッパーのエルボー強烈ですね。スーパーキュラーマシン。さあ、バルコホーガもあった。これ響いてるんじゃないですか、背中の傷にも。そうですね、もうなんかもう、あと見ていて心配になってしまうような。さあ、バックエルボーとエルボーで攻めていきますね、キビアマシン。いいですよ、やっぱり数でこなさないとですね、体格が違う分。さあ、おーっと、そ先ほどから足をやられてる。今足やられてちょっと走りにくそうでしたね。走れなかったですよ。いや、走れなかったですよ、思いっきりも、はい、進めなかったっす。そうですね、こんなことあるってくらい真っ先に倒れてきましたね。そうですね。さあ、まずいぞバルク・ホーガン。さあ、やばいやばい、生まれたての小鹿みたいになってますよ、バルク・ホーガン。ゴリラどころじゃないですよ。さあ、ゴリラと小鹿っても真逆の動物に行くと思うじゃないですか。さあ、そのまままたニュートラルコーナー。きそうだ。さあ、クルボー、そのまま首投げから何を見せる。ロープに走って、ギロチンドロップ、ホールがワップアウト。得意技の中西式のギロチンドロップやってきましたね。はい、さあさあさあ、1枚1枚と引き出しを出していってますよ。そのまま、さあ、そこはやはり体重が重いですからね。ここはパルクホーガンの得意舞台。あげるなら俺だ、ボディサム。オリーバーが続いて4番目の投げ技が似合うバルク・ホーガン、花がありますね。そうですよ、もう投げて投げてなんぼですからね、彼は。本当に一人マッスルミュージックということで、もうお祭り騒ぎですよ。ワン・ツー。さあ、言っていいのか、その言葉。エゴー、フラッシングエルボーが決まっていく。オールがワン・ツー。あった。そうですね、あんまり聞かない言葉を使いすぎると、やはり我々 YouTube をやっている人たちはちょっと怖いですね。おっと、そのまた返し。あれですよ、彼ですね、こんな、はい、こう悪いような感じで見せてますが、はい、とっても根はいい人なんですよ。映画版ジャイアン的な。映画版ジャイアンは普段のジャイアン。あ、違う違う違う映画版ジャイアンはあの普段のバルコーガンです。さあ、それかーっと、払い腰ですか。そうです、払い腰か、払うの。あーと、これはですね、アナコンダバイセン。さあ、彼のですね、スタミナを削っていく技ですよ。それ腹部関節技ですね、これ。肘と首と胸ら辺に胸を当てて圧迫していくという。そうですね、やはりプロレスでスタミナ生まれるってなると長い時間試合ができなくなるんですよ。そうなんですよ、やっぱり大切なのはやっぱりスタミナ。はい、最後に戦うにはスタミナいますからね。さあ、そこでもう削れたと言わんばかりに解いていって何を見せる。さあ、ここを上げるのか。おーっと、上がらない。これだからいい、普段ならバルコが上げれるんですよ。ですが、肩が痛いから上げれない。ブレーン。あー、ちょっと待って、実況もブレーンって痛いから言えないっていう。ブレーンって言えない。あーっと、同人式のグランドのチョークスリーパーですね。はい、これもスタミナですよ。そうです、テレビってそこにいますよ。体のサイズが丸投げなんですよ。あったー、なんかグレッドサイズでバルコーガンとしたら。あ、1回今テレビください。2回が上がった。まだ大丈夫。今ですね、選手が気絶した時が分かんないので、エフリーが手を上げてあげるんですよ。それでもし3回落ちたら、その時点でエフリーストップになっちゃうんですよ。はいはいはい、1回、2回で立ち上がる。さあ、皆さん、バルク・ホーガンに愛し応援をお願いします。花束
たまえ、さあ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 、行くぞ、行くぞ、やっとブーバスター、すごい、すごい、バッスルミュージアムだ。僕も気持ちいいブレンバスター言えて、そのままロリーのたまる交換が、さあ、ここ場外に出していく。15分経過、15分経過。え、何を見せるのか、場外においてさあ、マジか、マジか、これキングコングでもこんなし、あーっと、キングコングのようには通らせない。何をする、何をする、何をするんだ。ちょっともう、なんか危ないから、そのまま、あ、そっちであんまやらないで、怖いから、怖いから。 DDT 断面式、なんであいつ DDT とか使うよ、どう、今使わないですよ、あなた。そうそう、やっぱあなか、あーっと、気軽に動いて、ワーペキック。なんでこんな今日は捨て身な技が多いんだ。やっぱり皆さんが温かい水を送っているので調子乗ってます。はい、皆さんありがとうございます。なんかもう拍手あるたび彼ら調子乗ってですね、はい、喜んでます。はい、右肩左肩壊していくんでですね、はい、どうか5台不満足にしてくださいと。そうですね、はい、あなたたちは今日で終わりだ。はい、そうです。そんなと、あと場外カウントが始まりましたね。これ20秒以内に戻らないと、ちょっと両負けてしまう、負けて試合が終わっちゃうんですよね。はい、あしかし、そこに連れてきます。ダメ、ジェア体制、今度しっかり守ってください。あーと、鉄柱に打って、肩、肩は痛いよ、もう。それで選手が近づいてきて逃げてください。バカが映りますよ。はい、バカが映っちゃうということで、はい、逃げてください。 B 型になっちゃいますよ。はい、B 型に、はいはいはい、あ、ゴリラの B ですね。あ、ゴリラの B ですね。なるほど、 B しか言ってない。はい、でもやつは大型。はい、大型です。あ、やつは大型です。ちなみに、君らこぼし何型なんですかね。あ、知らない、どうでもいいです。ここで B 型だったら面白いんですけどね。ゴリラの座は俺が、サーティー、多分 A ですね。多分 A 型です。はい、あ、戻れない。大丈夫か、こちら側様子が見えないんですけど、大丈夫ですか。16秒、お、数えるのやめちゃった。おーっと、さあ、もうそうですね、場外で終わらせればチャンピオンなんですがね、はい、リング上で終わらせたいのか、それとも場外、まだ追い打ちをかけるのか、何すんだ、何すんだ、ヤグラはやめて、やめて、それ、ブーのやつ。そう、うちの備品です。備品壊したら、賠償金取るよ。はい、もう、そんなとこまで使っちゃって、彼ら、もうハッスルしすぎですよ、今日も。歓声がすごくて、もう。ちょっとバルコ・ホーガンチャンピオンですが、ちょっと今日バルコ・ホーガンがやられっぱなしですね、今日は。さあ、キビランゴマシンガンです。おー、いいですね。さあ、アピールをしていますよ、キビランゴマシン。はい、やっぱこれで細くされてますよ、細くされてますよ。さあ、いいですね。戻れるのか、戻れるのか、ちょっとまあまあ拍手もらってますよ、これ。そうですね、我々実況がもう盛り上がってきたんですよ。ジェラシー感じちゃいますね、僕たち。狙ってますよ。さあ、そのまま勢いだとだ、キビランゴマシンが何をしてる、ドロップキック、高い打点、吠えた吠えたキビランゴ。そのまま見せるのはただ一つ、ファルコンアロー、ホールワンツーアント。危ない危ない危ない、彼の引き出し、得意技、ファルコンアロー決めていった。そのまま見せな、ただ一つ、これで終わるぞ、バルク・ホーガン。この技に出るのは、この技でお返すのは不可能か。すごい、立ち上がる。今のチョップ、えげつな音しましたよ。そうですよ。さあ、もうやばい、危ない匂いがしているぞ。おい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 、さあ、手拍子が送られる中、なだれつき嫌がる団子だが、投げる投げるのか、やらせない、やらせない、だがブーレーバルスター、なだれつき、いつもより重力2倍かかってますからね。そうですよ、もうあの高さ半端ないですからね。さあ、そのまま見せるぞ。あっと、デスバレーボム、ちょっと垂直で見、危ない角度で落っこちた。さあ、ここだ、膝サポじゃなくて肘サポを取っていった。あー、すいません。さあ、来るか、ライアットガンのステックラッチ、ゴンレさあ、空手仕込みの蹴り
側頭部は総合格闘技でも危ないところです。後頭部は蹴っちゃいけないところです。さあここで投げ必殺ギャラリアチャンスだチャンスだきびだんご。さあそのまま団子を作るのか、具材はゴリラの団子を作るのか。でも今はラーメン屋だ。これが決まるぞ決まるぞ。赤い鳥ファイヤーボールスプラッシュ。落ちた赤ちゃんも落ちた。20分経過。さあ20分経過発揮出してくれた。20分経過したこの2人大きな拍手をお願いします。さあ残っております。さあ4年生が最後の崖舞台、意地を張って見せるのはチョークスリーパー。みんなが取られていく。さあここレインメーカーしては STO。 しかし手をクラッチしたままですよ。あれ手持ってるんですか。こっから見えますよ。手持っていた。手を離さない。本能がずっとも指揮を呼んでいる STO。これですね、橋本真也というプロレスラーがいましてですね、はい、彼をもう立てなくした技ですよ。東高三重師を立てなくした技を2連発。そのまま狙うのはバルクスプラッシュじゃなくて間違った。ゲットダドラゴンスクリュー。ドラゴンスクリューひねってはいけないことをひねってきました。しかもずっと足攻撃したからだいぶダメージが蓄積しているところに来た。またここで来るのか来るのか来るのか。さあスクローバーホールド。なかなかの角度だ。バルク砲丸が社長をやっている。レフェリーが掴んでいる。危ない危ない。この角度は危ない。いや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 、あの角度はまずいって。僕名が叩いてますよ。僕名がまあまあまあこれは冗談ですよ。僕も叩いてないかもしれないんですけど、でもそれぐらい危ない。なんであの角度。そのまま腰に手をやり、さあ行くぞ。プロレスのダメージ、ジャーマンセーブゾーのワンツーダー。返した返したバルクホーガン。まだここの方が気にない。これがだるま嫌がる嫌がるぞ。バルクホーガン残った残った。バルクホーガンを包み込み、だるま好きジャーマンセーブゾーのワンツー。もうその声出てるじゃないですか弁慶さん。やばいって熱いって。さあチャンスだ。3度目の赤い鳥ファイヤーボード。あやぶささんが使ってやったバジリスクタイム。さあここでバルクホーガンがですね覚醒しております。なぜあの技を使って武装してます。何をやる気だった。さあ何をするんだ。もうナダレ式のブレンバスター。やったぞ。なんだセンターセンター。おいなんだなんだ。さあここでクラッチしてクラッチしてセンターが来ておっと詰めて終わりしたチャンチャン。ツイストアンドシャウト。ひねって止めに行きました。嫌がりますね明らかに今。いやいや今のちょっとあれですよ、肩にやっぱ力入らなくてずり落ちましたね。大丈夫か。サポースがさせる。いやもうだってもう俺ら4年生でも心配ですからね。そうですよ。この後病院救急車呼ぶなんて嫌ですよ。自分買ってきました。あのサポーターとかみんなですか。そうですよ。剥がれてますからね。サポートするものもただのこのテーピングがもうベロンベロンになってさ。あった周りからも熱い声が飛び交っております。そうですね、ありがとうございます。それを念頭に燃えてますよ。応援したいレスラーの名前を叫んであげてください。それが選手たちの燃料となります。これはなります。ヒーロー賞じゃございません。本当に男同士の果たし合いだ。お前にだけは負けたくない。エルボー一つでも技の一つでも負けたくないんだ。その気持ちが垣間見えるその瞬間です。さあエルボー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 、エルボー、ラリアット。えぐいてそれは。えぐいて。さあ胸元にえぐいえぐいガードマンが出てきました。そのままジャックハンマー。離さない。これはまずいぞキビランゴ。バルガーッと逆の技にもなっている顔の技。ゲットワイルド。よかったな。やばい。さあもう一度テーピングを今度外して、はいはいはい、やばいぞまずいぞ今日も祈り
りを込めたラリアット。バイル業がなラリアットを返したキビナンゴ、そのままスタンで行きたい、タワーブリッジに行きたいところ、上げた上げたタワー、アルゼンチンバックブリカでしたね。アルゼンチンバックブリカ、あーっと、これはえぐいえぐい角度で落として、25分経過ラリアット、あれはでたマシンにも大きな拍手をお願いします。ラリアット2発食らった、それでも立った盟友にまっすぐブレイド、ここで刀を抜いてきた、奥の奥の奥の引き出しを一発放ち、狙うのはいただきジャーニー、行くぞ行くぞ、赤い鳥が飛び出すわ、やっぱあのプラスホールはザーボー返していったもう我々の声が変わってきて実況が変わってるところではございませんか。濁り海ミルク茶がもうなくなりそうです。僕はモンスターです。さあ喉が枯れようがあっちの方がきついということで、最後まで実況解説声を枯らしながら届けていきましょう。そしてハーフネルソンか、いや、なんだ、あーっと器用にアンクルホールド。さあ、鬼のアンクルホールド、この技ですね、あまりに危ないということで、プロレス界でも禁止されている技なんですよね。アンクルホールド、はい、相手の足を破壊し、おっと、なんだなんだ、次は足を絡め取って、こっちの方向、ここに来てメキシカンストレッチ、そんなことできるの彼、そんなことできる、あーっと、なんだこれは。ゴリラクラッチですね、これゴリラクラッチ、はい、得意の関節技を決めていく、あーグランドに持ってった、いやこれは違うぞ、違うってこれはアングルホールド両足バージョンですね。危ない、団子が手を叩いたら皆さん終わりですよ、団子が手を叩かないか、それでもロープ目指して歩いていきます。さああなたの声援が団子の上に向けるよね、届いた、ゴールぶち上げたそのままジャーマンセブレクターだ、ワン、ツー、ゴー、返したなんでもね、感情しないこいつ。さあ、右腕をかざした上がらない方に今日も祈りを込めたラリアットホールワン、ツー、スリー7分55秒、勝者バルクホーガン。戻っていきます。認定証、本日第40回学文祭大会にて行われたバルクホーガン対スーパーキビナゴマシンの勝者、バルクホーガンを九州プロスタイルレスリング KWF が認定する KWF インターヘビー級王者であることを認定する、令和元年5月26日九州プロスタイルレスリング連盟 KWF 九州産業大学プロレス研究部コーチにしちゃいましたか。さあ今コーチの元からベルトが渡されますね。さあ満身創痍のバルクホーガン、ベルトおめでとう、おめでとうございます。
きびだんご、お前の思いはすべて俺が受け取った。負けど勝ったのはこの俺、バルクホーガンだ。まあお前とはタッグ組んでからこの2年半か、苦しいことばっかだったよな。覚えてるか、2年の時の中洲大会、初めてタッグトーナメント挑戦して、当時の4年生だった問題バイ正隆インフィニティ組にボコボコにやられて、俺がスリーカウント取られて負けてさ、2人で悔しくてめちゃくちゃ泣いたよな。そして去年、そう、ちょうど1年前、学文祭、このリングの上で全タッグチャンピオンのさ、岡村が白井与那津組に挑戦して、その時も俺がスリーカウント取られて負けた。まあその時お前は泣いてなかったけど、俺は一人で泣いたよ。俺からタッグ誘っておいてさ、もうちょい聞け。長いですね、片思いですね、はい、まあまあ、まあ、俺からタッグ誘っておいてさ、俺が2回も取られてるのが本当悔しかったよ。でもよ、その時泣き虫で弱虫だったこの俺が今インターのベルト持ってこのリング上に立ってんだよ。お前と苦しみながら戦ってきたこの2年半、無駄じゃなかったよ。お前が一緒にどんな時も戦ってくれたから俺はここまで強くなれたんだ。お前には感謝してるよ。でもよ、俺たちまだ一個夢叶えてねえよな。俺とお前でタッグのベルトまだ取ってねえだろ。まあ昨日なんか新世代がどうのこうのとか言ってたタッグチャンピオンいたけど、俺たち同期がいること忘れんなよ、タコが。そっち行った方がいいですかね、はい、そっち行った方がいいですか。時間的にもあんまり行きたくないし、疲れるから行きたくないですけど、行った方がいいですか。いや、行かんでいい。はい、まあ、まああいつら強えよ。俺らが倒せなかった全チャンピオン倒してるし、強えしムカつくよ。あいつら倒すの困難かもしんねえけどさ、いいか、キビ団子、神様はよ、乗り越えられる試練しか与えねえんだよ。今まで数えきれないぐらい負けてきて、悔し涙何度も流して、その度歯を食いしばって、ここまで戦ってきた俺たちなら乗り越えられるって俺は信じてるぞ。俺は残り半年のレスリング生活、お前を信じる。だからお前も最後まで俺を信じて、一緒に夢叶えようぜ。バルクさん、話長いです。切実に、はい、どうですか今日、皆さん、メインイベント面白かったでしょうか。どうですか、面白かったですか。よかった。負けたけどさ、負けたけど意外とまだ今日ちょっと僕一つ心配があって、ちょっと僕体力がなくてちょっと心配だったんですけど、まだまだ意外とまだできちゃうような感じなんで、もうちょっとだけプロレス楽しみたいと思います。ぜひ皆さんもまた見に来てください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。これ、あの負けた人が言う言葉じゃないですね、これ。これ勝った人が締めに入ってますよ、これ。すがすがすぎて、お前。まあまあまあ、仲がいいということで。はい、そうですね、知らないです。ありがとう。まあ今日最後までご覧さん、ありがとうございます。皆さんの声援が本当に力になりました。じゃあ最後、まあ自分が締めたいと思うんで、ご起立お願いします。すいません、ご起立をお願いいたします。お願いします。じゃあ最後、プロレス研究部恒例の一日スタンダードで締めたいと思います。一応説明します。自分が行くぞと言ったら皆さん、おーと答えてください。そして1、2、3、ダーで右の拳を天高くかけてください。じゃあ行きます。これからもプロレス研究部応援よろしくお願いします。今後の試合の詳細に関してはですね、はい、プロレス研究部のツイッター、もしくは、プロレス研究部のインスタグラム、
もし見たいなって方がいたら、はい、YouTube の方に YouTube ありますからね、はい、研究部と検索していただければ試合が見れますの です、ね、こちらの方もご参加いただいて写真撮るのよろしくお願いします。はい、そしたらですね、学部生いかがですね、はい、ご来場本当にありがとうございました。以上、九州滝の大学プロレス研究部でした。ありがとうございました。